皆さん、こんにちは。アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク GEPR の、編集者をしていますジャーナリストの石井孝明です。今回はですね、アゴラシンポジウムのご案内をさせていただければと思います。アゴラはですね、毎年シンポジウムをしているんですけれども、今年2月29日に東京イーノホール、霞が関にあって非常に便利なところなんですけれども、そこで午後6時30分からですね、アゴラシンポジウム遺伝子組み換え作物は危険なのかというものを始めます。シンポジウムなんですけれども、出席者は毎日新聞編集員の小島正美さん、また農業の研究者、主婦連合会会長の有田芳子さん、また北海道で農業をやる小野寺康史さん、池田信夫さんというアゴラの所長がですね、司会をやりますので、皆さんぜひ見ていただければ幸いでございます。一般の方も無料で募集しています。また、ニコニコ生放送、さらに YouTube でも公開しています。この内アゴラ GPR は今までエネルギーを中心にやってきたんですけれども、そもそも主催者の池田さんのですね、当初の目的は環境問題とかを経済との折り合いをつけながらやっていこうという、それの論説も集めようということなんで、今後農業問題を取り上げる中で、実は隠れた大問題、遺伝子組み換え作物というのを取り上げてみようと思いました。遺伝子組み換え作物っていうのは、遺伝子操作、大げさなものではないんですけれども、によって新しい形質を植物に加えようというものなんですね。特定の病気に楽になるとか、病気にかからないとか、農薬が少なくなるとかいう効果があり、増産するとかいう効果があります。実はこれ96年からですね、アメリカで栽培が始まって、全世界で約7、8割が栽培、遺伝子組み換え作物、大豆とか、トウモロコシとかの飼料を中心になっていまして、その効果というのは、96年から2013年までに、約3兆円近くになっているんじゃないかと言われています。かなり大きいんですけれども、なぜか日本ではですね、不安だとかいろいろ理由をつけて栽培されてないんですね。しかも法律で禁止されていないんです。実はよくある非関税障壁というやつでですね、なぜか不安ばっかりが強調されます。確かに遺伝子を変えるっていうことを体に取り込むということは、非常イメージ的には良くないことは十分わかります。しかしですね、それを危険とか一律に言って栽培できない、それによって日本の農業の進歩が止まってるということはですね、非常に残念なことに思うんですね。実は飼料、つまり豚とか牛が食べる飼料には大量に使う、もうほぼ、9割以上がですね、こういう遺伝子組み換え作物が使われていますし、我々が使う油ですね、油もほぼ遺伝子組み換え、植物油ですけれども、ほぼ遺伝子組み換え作物が国産でも使われているんですけれども、なぜか遺伝子組み換え作物拒否するとか嫌がるとか、そういうのがブランドになっているというのは不思議だなという思います。GPR というのはですね、本当のところはどうなのだろうという話で、いろいろな情報を提供して評価をいただいてきました。例えば原子力の本当の姿とか、電力エネルギーの本当の姿とか、日本の既存メディアではなぜか正確な情報、嘘はついてないんですけれども、伝わっていないんですね。でこの遺伝子組み換え作物というのも、日本のメディアを検索してくれればわかるんですけど、情報がそもそも少なく、さらにその情報がですね、危険だとか怖いとかいう方向に傾きがちなんですね。もちろんいろんな意見というのはあるべきだし、情報は正確に分析すればいいんですけれども、感情が先行するというのは非常に危険じゃないのかなと私たちは思っています。で今回小島正美さんという毎日新聞の方のですね、お呼びしたり、いろんな専門家の話を聞きながら、実際のところを考えてみようという話になりました。繰り返しになりますけれども、2月29日に、イーノホールで開催いたしますのでですね、ぜひ皆さんご検討いただくと幸いでございます。こういうシンポジウムというのは、いろんな勉強を実際に聞いてみるとですね、
全くいろんな世界、新しい知見というのが印象に残りますのでですね、この問題ぜひ考え始めるきっかけになればと考えています。じゃあ皆さんぜひご一読ください。また、今週アゴラ毎週更新しているんですけれども、今週は遺伝子組み換え作物の現状ということで、私が簡単な記事にまとめていたのとまとめたのとですね、電力自由化まであと2ヶ月電気代が安くなるのかというですね、ビデオいつもやっているアゴラがやっているですね、ゲームアリーナというテレビビデオ番組を提供していますので、ご覧いただければ幸いでございます。ご清聴ありがとうございます。